川藤壁後藤2月26日から1937年2月1日は、日本の廃人、追筆家。本名は平五郎。正岡式の皇帝として、高浜巨子と並び称され、俳句革新運動の代表的人物として知られる。壁後藤の比江姫県温泉郡戦線,線町にて、松山藩士で、藩校、民教館の教授であった、加藤羊猿の逸尾として生まれる。 少年の頃は、正岡四季の友人で後に、海軍中将となる、秋山敦志五郎を敦志さんと敬愛していた。1888年、伊予人城中学に入学。1889年、帰郷した四季に野球を教わったことがきっかけで、同級生の高浜清を誘いほととギスより俳句を学ぶ。1893年、京都の第三高等学校入学。 第2高等学校に編入の後、中退。1900年、青木ゲットの妹、茂枝と結婚。1902年に、ホトトギスが没すると、新聞、日本俳句欄の選者を指揮より受け継ぐ。1905年頃より、従来の五七五の形にとらわれない、神経高俳句に走り始め、1906年より1911年に、かけて、 神経校俳句の宣伝のため二度の全国俳句案略を行う。1933年3月25日、還暦祝賀会の席上で廃壇からの引退を表明した。1937年1月、蝶地不須を患い、さらに排血症を併発し、2月1日、豊玉病院にて64歳で死去。母所は、父母が眠る松山市の宝刀寺及び、 東京都台東区のバイリン寺に分骨されている。神経交配区からさらに進んだ提携や着替に、とらわれず、生活感情を自由に歌い込む、自由律配布し、騒音を主催する、小木原聖泉水と行動を共にした。しかし、1915年には、聖泉水と意見をことにし、騒音を去っている。壁後藤はその年の3月、廃止、海くれないを主催。さらにこれも、 中塚一碧郎に譲る。昭和初期に、風間直江が、看護に振り仮名を振る、ルビ俳句を試作。これに賛同した、壁語藤もこれを作るようになるが、これは、指示を得られなかった。引退については、俳句創作への情熱の衰えと、虚子への抗議の意味が込められていた。四季は、壁語藤と虚子について、壁語藤は冷ややかなること水のごとく、 虚子は熱気こと日のごとし、壁ごとの人間を見るは、なお無心の草木を見るがごとく、虚子の草木を見るはなお異常の人間を見るがごとし、と評していた。数字は、青年、岩井博史、作家の臨終、母比辞典110ページ。ありがとうございます。